はい、どうも、イズログです。はい、で今日は2020年を振り返ります。まあ、早いんだけれども、2020年僕は年男で36なんですけど、なんかね、36にしてはいいことがなさすぎた いいことなさすぎたんで、乾杯。っていうのも仕事運のことかな。うん、やっぱりあの仕事、まあ今年は3か所か派遣で、ね、期間の短期のバイトをして、まあ空き家を手に入れ、まあ現金一括で買っちゃったから、まあお金がなくなり、まあ出稼ぎにまたすぐに行くっていうとこだったんだけれども、やっぱり行く場所ね、いいとこじゃないね。なので、まあ2020年私の働いたクソなところと称してですね、今年の仕事運のなさを嘆いて振り返ります。そしてこの with おうちテントですね。はい、で、まあ、まずね、僕が今年働いたのは3箇所で、これ全部ワースト3なんですよ。なんでそれに格付けをするっていうだけの動画です。はい、まあこれなかなかあることだとないと思うんだけどね、ここまで仕事運のないやつって。まあそれはさておき、じゃあ振り返っていきましょうか。じゃあ第3位ですね。今年の第3位、まあ、山形のあれっす、トマトの収穫のバイトですね。現金一括で7月30日に家買って、8月の6日かな7日ぐらいにも山形に働き行ったんですけど、まあそこであったこと、まあモラル的なものですね。まあこれは他人事ではあるけれども、腹が立ったわけですよ。とりあえずみんな同僚っていうかね、みんな働いてるわけだし、で腹が立ったことっていうのは、今日出社してる人は勝者です、今日出社人は敗者ですって普通にね、きっぱり言われたからね。で、何が勝ち組で何が負けっていうのは、単純に出社を、体調崩されて出社してるからっていうだけなんだけど、トマトの収穫は、ビニールハウスの中でやるんですよ。で、あそこの場合にはすごい特殊で、結構作業分担して、班が分かれてるんですよね。まあそりゃ、鳥取の時のね、地域おこし協力隊でやったような農業研修生の規模じゃないんですよね。3000、トマトの木が3000本っていうレベルじゃなくて、もう8万本ぐらいかな。それぐらいの規模でやってて、もうみんな分担してたんですけど、その中でトマトの花が咲くんですけど、そこに赤い、水、まあ、ホルモンっていうのをかける人たちがいたんですけど、その人たちって結構熱中症になりやすいんですよ。なんでかって言ったら、くっそ暑いビニールハウスの中で、ちょっと身長が高くなっちゃう、発泡スチロールの下駄を履いて、トマトの木の高いところにその薬をね、シュッシュつけて回らないと、トマトの実があんまりできないんですよ。で、そういう仕事をしてた人が、倒れちゃったんですよね、熱中症で。で、そうやって身長が高くなると、やっぱりその天井に頭が近くなるんで、日中ではまあ40度とかになると、そういうビニールハウスの天井に行くにつれて、ビニールハウスって気温高くなるんですよ。だから普通にもう50度近くあるような、45、6度のところに頭が常にあるんで、もうそれは脳みそが見えますよって話で、もう熱中症でバタッと倒れちゃったんですよ。でフォークリフトで運ばれてって、人をフォークリフトで運ぶってどういう神経なのかっていうのも俺もちょっと分かんないけど、あそこの場合にはでもね、でその人やっぱりもちろん体調不良で休みますよ、当たり前ながら。でもその人が休んだその次の日の朝礼で、今日は出社人は勝者で、出社できなかった人は敗者ですっていうふうにバッサリ言われたんよね。そこ間違ってないかっていう話よね。で、とりあえず働いてもらってんだからさ、それで勝ち負けっていうのもどうかと思う。どうかっていうかないよね。だってそんなに勝ったって時給上がんねえもん。そんなものに興味はないよ、
正直こっちとしてはね。なんで、そういうところがね、節々で結構カチンってくるところでした。で、とどめに、なんか出荷が停止になってね、労働時間が短縮に一時期なっちゃってたんですよ。だって結局トマトの実を積んでは捨て、積んでは捨てってやってたから、何やってんだろう感しかなかったからね。まあ大体10月の15までいるつもりが、まあ一応9月末で切り上げて、次は長野に行きました。で、まあそういうモラルハラスメントっていうかね、なんかね、ムカつく山形県のトマトの収穫のバイトでした。これが今年のワースト3位ですね。はい。で、2020の経験した、ムカつく職場ワースト2ですね。ワースト2は、まあ直近の長野のバイトですね。これベトナムの人たちと働くのと働いてたんですよ。で、あそこベトナム人の人たちを好んですごい使ってるとこだったんですよね。うん。で、まあそこ行ったんですけど、まあまず一番の元、トラブルっていうのは、人数オーバーの車をなぜかリゾバの派遣の俺とあともう一人の子が運転させられていたというところですね。だって7人乗りの乗用を9人で最初運転してて、それダメだよなって最初思ってね。で、大体その人数オーバーで警察捕まったらマイナス1点と罰金なんよね。それやってらんねえよなって話で、だってそれ保険効かないじゃん。会社の保険で、ね、運転した人の点数を引かれないようにするっていうのって無理なんで、で、それを、社員に言ったんよ。日本人のね。で、そいつは、そうだね。まあ、担当直入に言えば、まあ、彼らが良ければいいんじゃないですかって言われて、また俺が切れたわけですよ。まあ、いきさつっていうのは、その、車を運転しつつ、フロントガラスのヒーターが壊れてて出なかったんだよね。正確にはこう、カチカチカチってこうやる、切り替えるヒーターのつまみがなんか割れてたからね、こうスポンって抜ける状態だったんだよね。これバカじゃないかと思って。で、で、まあ、11月の頭とか10月の後半でもね、すごい凍る日があったんですよね、マイナスになって。で、そのマイナスで凍ったフロントガラスが見えないから、もう一人のバイトのことをフロントガラス見えないから窓の横からこうやって見ながらこう職場に行ったっていう、なんかなかなかありえない出勤をしたんだけれどもね。で、しかも運転手当つかないしさ、そういういきさつがあって、まあ、フロントガラス、フロントパネルのヒーター直せよって俺が言ったんだけど、なんか返ってきた返答は、まあ一番最初は、いや壊れてないっすよとか言われたんだよね。お前バカだろっていう話で。で、もう一回は、そいつの社員の上の工場長に言ったら、いや、でも、暖気運転ガンガンして、ヒーターつけとけば曇んないよとか言われたけど、それはねえだろって話でしょ。で、とどめになんか雪国の運転慣れてないのとか言われたけど、雪国の運転に慣れてるはず、なんだろう、慣れてるあなたは、じゃあフロントパネルのヒーターを、つけたことが、つけないで走ったことってあるんすかねっていう逆に思うわけよね。そこら辺がすげえ腹立つとこだったんだよね。で、いざ、フロントパネルのヒーターの、フロントパウィンドウの、ヒーターの修理が車屋で終わったっていう連絡が来て、それを取りに行くから、俺とその、社員で行ったわけよ。軽トラに乗ってね。で、その中で、人数も1台7人乗りに、9人乗るのも俺も嫌だったから、じゃあ、人数どうなるんですか、車用車2台になるんですかって、さりげなく振ったらさ、そこで、彼らが良ければいいんじゃないですかって言われたから、まあ、ふざけるな、お前と。だって、運転してさ、責任持つの俺じゃん。点数引かれるのも俺じゃん。だからすげえそれで腹立ったから、もう、12月末までは痛くないっつって、まあ、11月末で。終わらせてもらう、もう俺は辞めるっつって辞めましたね。だって免許の方は大事だもん。うん。で、それとあとそいつはベトナム人の労働者のことを語ってて、なんかベトナム人の人たちは30万ぐらい前借りして派遣で来るんだって。ベトナムの国を出るときにね。で、その30万円を分の
時間給がたまんないと給料が振り込まれないっていう、まあそういうかわいそうなところでもあるんだけれども、まあ知ったことではないというのが僕ですね。そこは彼らには彼らの事情があり、こっちにはこっちの目的はあるんで、それは関係ないっす。別に。情を寄せても同情したってしょうがないんで。で、そういうね、お金がなくて働かせて、おたら、あの、お金ないから働かせてあげたいんですよね、とかそいつらが言ってたんだけども、まあ、そんだったら送迎お前やれよっていう話なんで、結構ね、裏腹なところでした。だってこれを俺が直接攻撃を食らったからね。で、あともう一つ揉めたこととすれば、俺ともう一人車の運転ができる派遣の子がいたんだけど、まあ、休みがかぶっちゃったら送迎誰やんのっていう話があって、別にもちろん休みだったら別に俺はボランティアしないし、まあいいんじゃないのって。まあ俺はノータッチだったけどね。結構頭にきてたから。まあそれで、ね、シフトが被らないようにもするし、出勤人数も9人以上にならないようにするみたいなことにはなったんだけれども、まあなったりならなかったりだよね。雑なんだよね、管理がね。で、あと、直近のトラブルといえば、まあ俺は今関係ないんだけど、スタッドレス問題で、派遣をされる前にちゃんと会社で、スタッドレスにしますよねとか確認はしたんだけど、その時は、もうちゃんとスタッドレスには時期が来ればバチッと変えますよっていう派遣コーディネーターの話なんだよね。まあ、派遣コーディネーターの人が聞いてくれたからさ。まあそれはそれでいいんだけど、まあ俺が出る時になって、じゃあ、もう一人の車の運転してた派遣の子が、あれさ、聞いたんだけども、なんか12月中はノーマルで行けますよとかなんか言われたんだって。話覆ってんじゃん、おめえとか、思ったけどね。だからそういうところで結構雑な場所でした。人舐めてます。はい。あそこまで、ね、頭にきて辞めるって言ったのは人生初っすね。なので、まあ、2020、働くとついていないブラックの職場第2位は長野の、農業法人でした。で、それともうベトナム人と働きません。絶対に。必ず日本語わかんないで逃げるからね。でもそれでいて、まあ日本で暮らしたい、日本で結婚したいとか言ってるからさ、それはないよなって思う。ワーホリは言ってたからさ、ワーホリ行ってた時は英語わかりませんだともう通用しないからさ、俺、喋りたいことはさ、もう Google 翻訳とか Yahoo 翻訳でフレーズで入れて、フレーズで俺覚えて、それで喋ってたからね。だからそこら辺のは、俺はこうやったからっていうのはあるから、それを見るとね、彼らはちょっと、ありえない。まあ一応、みんなベトナム人の方が多いから、ベトナム人の方が、こう、マジョリティになっちゃってるから、そういう流れになってるっていうのは正直あるけど、外国にいる姿勢としては絶対にありえないし、許さないよね。結構無視したし、俺も。日本語わかんないんだったら。で、逆にこっちが忖度して、分かってあげるっていう姿勢は絶対にしない。だって、意思表示をあっちからしないんだったら、それはしょうがないよ。まあ、オージーとか、まあ、白人はそうだったから、多分俺もそうしてるんよね。日本にいてまでそういうワーホリのストレスを感じたくないからね。はい。まあ、これだと話がちょっと脱線するから、まあ、元に戻して、2020年、俺が働いた、ついてない職場第2位は長野県の農業法人でした。さすがに免許に傷つけてまで働いてあげないです。で、まあ、尺が来ちゃったので、じゃあ次の動画で、2020年、僕が働いたついてない職場第1位の発表です。では、失礼します。